はい、こんにちは、勝又博物館です。今日ご紹介する展示物はこちら、仮面ライダーシリーズ DXF デュアルソリッドヒーローズボリューム12ということで、仮面ライダーブラック目を覚ませ信彦ということで、シャドウムーンは前回紹介しましたので、今回はブラックを紹介してみたいと思います。ぎっちりシャドウムーンの時もそうでしたけど、ぎっちり入ってますね。やっぱ UFO キャッチャーでいろんな撮り方をできるようにですかね。はい、こちらです。中身はこんな感じ。お、これも頭って書いてありますね。やっぱ新しくなんかドライブが始まるそうですけども、やっぱり昆虫系に戻してほしいですよね、仮面ライダーは。原点回帰してほしかったです。まあドライブ人気もどうなるか分かりませんが、ちょっと開けてみましょう。危ない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 。角を切るとこでした角すぐ折れちゃうんでね。では組み立てていきましょう。こうグッと、あ、やっぱいいですね、ブラックはすごくいいです。すごいです。よいしょ、首もよし、はい、できました。こんな感じです。では近くで見てみましょう。ベルト部分です。ベルト部分は普通だと思うんですけども、まあ普通といっても結構すごくちゃんとこう赤緑赤黄色青など全部こう彩色されてますけど、それよりも驚いたのはこの腰の上ですね。ここがちゃんとなってるのがもう本当にすごいですね。あとシワ感、足のシワ感とか黒のツヤもいいですね。今回はこうちゃんと胸の部分も傷とかなく、いや、いいですね。これはいいです。よいしょと、はい、こんな感じです。角本当に折れやすそうですね。もうこの角いいです。でもかっこいいです。はい、ということで今回紹介したのは仮面ライダーブラックでした。チャンネル登録評価の方もお願いします。ではまた明日。